やってもうた、マユパンダさんいらっしゃい。あ、あ、あ、でかいね。あ、あ、あ。あのね、キーボードでやんの、これ。すげえ、それを全く考え、あ、やれるのかな？考えてなかったな。何パス？ん？ええ。2個目さんいらっしゃい。パスって書けないの？キーボードだね。ああ、よかったよかった。2個目さんいらっしゃい。これ知ってる。知ってる。勇者のくせになんとかだ。違うやつ多分。どうやって日本語化するのこれ。日本語なし。待てよ。何語これ。いやいや、スチーム版。はい。4個目さんもいらっしゃい。疲れちゃった今日はもう。なんとなくレミングスっぽいタイトル画面。ね。スチーム版。スチーム版。これが噂のテラリアか。そうなんですけど。日本語バッチはまだだと思う。あ、あっそ。あっそ。このまま始めないんだよね。PC だと日本語かモードがあるみたい。ちょっと一回再起動していい？これなんか最初の画面、これ？本当にこれ？これなんかさ、ちょっとどういうことこれ。いや、どうこれ始められんの？あ？モード使えたバージョンは昔のだったかな。あ、消えた。ちょっと待って。ちょっと待って、どっか行った。どっか行った。これか。ゲームがどっか行った。ケロさんいらっしゃい。オレンジさんもいらっしゃい。ゲームの起動に失敗したね。どこ行っちゃったんだろう。ちょっと待って。スチーム難しいわ。まだなんか落ちきってないのかな。マップエディターもあるよ。だからわしステアムでも持ってるのに、アンドロイド版コータネンショボーンやってないけど、わら。立ち上がらなくなりました。ちょっと待ってね。和骨です。ついに手を出しますか。手を出したいんだけど、ああ、ダメだ。ゲームの起動に失敗しますね。これマジか。どこに行った？PS3 なら日本語ですよ。なるほど。あれ、どこにも何もないぞ。ちょっと待ってね。これもう何も読めない。あ、ゲズルさんいらっしゃい。あった。なんか動いてるな、テラリアが勝手に。で、これを落としてから、起動？ワイビタ版買ったけど特に損した気分にはなってないすな。どんな気分？来た。お、テラリア買ったんですか？買った、もらったんです。フレンドに送りつけて人儲けするんですよね。ちょっと待ってね。あれ？小指が変。小指が変。あはー、逃げた。スレバリーって気分にはなってます。とりあえず英語に戻そう。わら。何に戻す？ PS3 版はまだトロッコがないからな。すげえダリーって気分になります。はい。どれ、これでいいのかな。これでいい。はぁ、来そう。ドイツ語版じゃん、中二病かな。嘘！日本語版は違う、せめて英語版が。どうやって変えんだ、ラングエッジっていう言葉がないからわかんないけど。どこで変えん、変な言語にしちゃうと戻すのも一苦労よね。あまた落ちた。なんか俺落とすやつ使ってんのかな、これ。落とすやつやっちゃってるのかな、さっきから。読めねえよ。仕方ない、手で落とそう。手で落として、もう一回起動するんでしょ。どうなるかな。エイト的なだと思う、多分。来た。なんで最初に言語決まっちゃった？そう、一番下は、これ、これ、え？え？誰か、え？なった？ちゃんと。なってるこれ。なんでこれ。バック。あ、これでいいらしい。これで、シングルプレイ。なんか読めるっぽくなった。ちょっと待って、何これ。クリアおめでとう。何でもいいか、とりあえず。何？
なんかマリオペイントみたいだけど。ちょっと待ってよ。音量がむずい。自分のキャラ作れてんのこれ。あ、ちょ、待って、ちょ、待って。髪か。なるほど。なんか明るい色がいいな。最初はなんか、むずいぞ。なんか後ろがすげえ明るくなったり暗くなったりするからすげえ見づらい。自分黒魔導士みたいな見た目にしましたわ。そっか。昔のファイナルファンタジーのプレイヤーキャラみたいだな。そうなんだよ。昔もっと似てたんだよね。だからそれをさ、俺は一人で怒ってたんだけど、気がついたらちょっと若干似てる感じぐらいに、ね、な変わったんだよね。まあすぐ装備で隠れちゃいますけどね。そうなの？もうちょっとなんか明るい色がいい。くすんでし、ゾンビみたいになっちゃう。マジか。これで一回わかんねえから、ランダムっていうのをこれ押しちゃいそうになる。こんばんは。ファイナルファンタジー4か5ぐらいの闘神ですね。うん。スーファミっぽいね。で、バック。これでいいのかな？クリエイトになってるよ。デリート、え？これで始めるのか。はぁ、マック2さんいらっしゃい。で？ハードコアと流行りおるなぁ、わら。ハードコア？何は待って、何ハードコアって。ちょっと待って。何どこでそんな俺選んだ？タコヤン見ようとしたらこっちやってるんだもん、そやみんな。どういうことや？ウィングさんいらっしゃい。タコヤンやってる？最初はイージーって俺また消しちゃった。最初ってどこだ？とか、難易度ってどこで決めてた俺。これ何度落とすことやら、これ。しかもこれ、タスクマネージャーでちゃんと消さないとなんか、立ち上がることすらできないんだけど、再起動。どこ難易度？シングル。どこで難易度決めてんの俺。ちょっと待って。難易度って、セッティングか？ディフィカルト。2.5 ドルの使い道競技すっか。あ、俺なんかちょっと増えたっぽいんだけど、0.44 ドル増えたんだけど、あのカード売ったら。タコヤン。おー、ちょい。やったエイリアンのゲームをまたドヤ顔で自慢する放送してる。エイリアンのゲームって何？どれ？どれだ、エイリアンのゲーム。どこで俺の間決めた？エイリアンストームかな。エイリアンストーム？エイリアントリロジーの続編ですって。ああ、はい。じゃあ俺、ダイハードトリロジーの続編で一番しようか。最近のゲームに詳しい人は集まらないんですかね。スチームって言ってるとって、どこに俺の間書いたのかな。一番詳しいの所長なんじゃ。え？難易度ってどこに書いてあるの？え？チラ見したけど、スターウォーズ古臭くて未練言うてたから閉じた。スターウォーズ楽しいです。スターウォーズそのまま進めていってOK。難易度って何だったん結局。難易度ってどこに書いてあんの？はぁ、鳥助さんいらっしゃい。スカルガールズ楽しい。そっか。はい。スカルガールズ面白いよね。面白そう。なんかいる。どうやって移動すんのこれ。ドラメイクの時かな。ちょっと待って。じゃあダメじゃねえかよ。どうやって戻んだよ。エスケープ。ソフトコレのとこで、一番上を選べばいい。ソフト、コア、ソフト？ソフトコア。どこで戻るんだろう。スカルガールズは某所でボコられてもう起動するのもやんなったしょぼん。うん。某所。ソフト？これ抜けちゃうでしょ？どこにあんのか全然わかんない。一回やめよう。もう消そう。知らん。じゃあもう作り直しじゃん。これか。これか。これで一番上ね。これか。スカルガールズって女の子が生身で変な兵器つけて戦うやつですか。なんかそう。まあ配信では絶対もう対戦とかしないわ。じゃあ僕と対戦しようよ、ショボさん。ちょっと待って。目はいい。お前わしもピーコックやってたショボン。ピーコック？
ピーコック。オレンジさんはちょっと勘違いしてる気がする。ピーコックって何だっけあれ。クジャク？オレンジさんちょっと勘違いしてる気がする。オレンジさん？スカルガールズどの子の名前で変な武器。それなんだそれ。それは違うんじゃ。ストパンじゃね。これでいいのかな？戻ったー。いいや。簡単だから。はい、いらっしゃい。目は、じゃあ、奥しよう。なったら。誰使い？で、おいなりたん、これか。テラリアやん。昔から気になってたんですけど。はい。昔から気になってたんですけど。何があった？新作格ゲーを同時に始めて速攻強くなる人は何なんですかね？肌白い。同時に始めて速攻強くなる人は何ですか？あれは、ネットで見てるバカですよ、ただの。楽しみ方は分かってねえ、あの、バランスブレイカーですよ、ただ。みんなでそれぞれ同じ条件でやっていけば面白いのに、なんか勝手にどんどん見てやっちゃうから。そう言ってバランスが壊れてなんかおかしいな。結局みんな、うわ、決まったコンボを。そして軸がブレてない人はやっぱ早いよ。おい。まずは、下に降りて、鉄とか。いや、基本的にだからもうこれが、このコンボで決まりですってやつを、どんだけ練習したかですよ。でもそれじゃあ、格ゲー、そういうことなのっていう風になっちゃうじゃん。地下に掘って鉄とか取ろう。てかこれ右のマップ超邪魔なんだけど。ダメだ。あ、違う。そういうことじゃねえよ。ちょっと待って。本当？軸がない、軸がない人とかいるの。まあ、あ、これ。これ敵じゃないね。とか俺ゾンビとか死んでる人みたいになっちゃう。格ゲーはコンボより立ち回り覚えた方が楽に強くなれるよ。そうね。だからとりあえず触ればいいんじゃない。てか俺若干強くなっちゃったんだけど、あれインファマス。武器を変えたら切れるよ。武器を変える、これか、これか。木を切って家を建てよう。おい、こっちだ。振り方が嫌。 FF やん。ううテラリアもマインクラフトもプレイしたことないですが、僕もです。にじるさんいらっしゃ。切れてんのかなこれ。ミニクラフトってのはプレイしたことがあります。ゲームが予作になってしまった。おしっぱで切れると思う。おしっぱ、残りの予作やりたくなってきた。うん、わかる。で、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 さりげなくフレンド申請していく。おう、あ、見えんの俺のやつ。予作率ん、マインクラフトはハマったよ。あ、俺のやつ書いときゃよかったね。うさぎ、うさぎ美味しい。ちょっと待って。多分俺はこれ。予測の地面から出てくるあれってミミズなの？なんか痛いね、棒みたいなやつね。うさぎ美味しい。美味しい。かの山。なーい、ちょっと待って。うさぎがグロい。うさぎ、ちょっと待って。ケンケンケン。お前はやられていいのか、お前。このゲームで治療を決めて追うとして早4ヶ月。何で追う？平和で追う？頭、わらわら。頭ってこれ。マムシじゃないっけ。マムシ？てかさっき、いなくなっちゃった。ウサギは攻撃しないから、虫でいいよ。あいつを取って、あいつを殺して俺も死ぬみたいなことでいいの？あいつを殺して糧にするみたいなこと？これ武器に急って何？耐久性ってあるの？まあウサギは誰もが通るショッキングイベントですよね。何の D、どこの D 色2だよ。あの可愛いウサギを食べてまで私は生きるっていう。ふい？耐久性なし！ありがとう。若干曲、いいね。夜になるとモンスター増えるからとりあえずちょっと待て、ちょっと待て、エアコンの温度決めてる場合じゃねえ。来た来た、どうやって家建てんの？あの木を、ちょっと待て、まあいいや最初は。最初はいいんだ。みんなそうやって大きくなるんだ。そうじゃないやつは死ねばいい。よし、ちょっと待て。これ、どこら辺建てようかな。ちょっと、この人何？チュートリアル解かないのか。家は、まさか。壁が必要。ああ、やべ、危ねえ。越えられねえ壁ができるとこだった。試行錯誤が楽しいっすからね。そうだね。木をトークハウスにして、ずいぶん前に初心者配信見たことがありました。石いらなくね。これ何これ、どんぐり。ツルハシの崖より降る速度速かったです。家完成。ああ来た。ドアはドア。机と椅子と壁作って松明置く。何それ、どういうこと？ちょっと待って、どういうこと？机っていうのは、なんかこう、形を作ればでき、待って。シェルターができた。こう、
こういうの作れば机になるの？暖炉？ちょっと待って。これでいいのかな？ワークベンチ作って。え？なんて？ちょっとダメな気がしてきた。気になる条件に大きさもあったよね。そーん。てかこれ、どういうこと？ちょっと壊せないんだけど、これか。家は横10、縦6。え？そのメニューじゃないよ。他のもの作る。あ、戻るのこれ。いまいちわからない俺です。あ、そっか、PC 版はチュートリアルなかったすもんね。なぬーん。クラフトのメニューがあるはず。クラフト。クラフトのメニュー。クラフトのメニュー。やっぱりキアリキだな。このメニュー以外どこか ESG エスケープ。あ、来た。エスケープ来た。出た。なんかある。マッチみたいなのがある。ゲル。エニーウォウッド。作って作れるアイテムが増えるわけね。これか？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 え？そこでワークベンチっつーの。え？はい、置いた。置いたぞ。柵もあるよ。これ家じゃないんだな、さては。これどうやって上下するんだろう、これ。ちょっと待って。あ、これか。すげえ。意外と便利。これを作ると、これエスケープ閉じて。椅子と机と壁作る。今はただの囲いですな。へぇ。ドアと椅子と、松明と、机。どうやって作ればいいの、これ。つるはしを。やばい！壊れる。壊れる。あ、なんか作れたじゃん、なんか柵。え？これは家建てたやつだから。ウッド。なんかすげえ戦われてるけど。多目的のキーが作れない。壁がないと雲底の下に住んでるような状態ですね。柵いらんで。柵いらない。柵いらない。ウッドプラットフォーム。どれ作りゃいいのよ、これ。一番上の段が通常画面のショートカットです。はい。これね、これね。これなんか入れられるの、これ。どれを、柵いらんないでしょ？作ったことないな。マジか。ワークベンチの近くに動いて。俺が動きゃいいんだ。動いた。右クリックしたらなんかおかしなことになった。右クリックしたらなんかどんどんなくなってったんだけど。ちょっと待って。ああ。は？怖い。ここに動くと、なんかこの。作れるのが増えるから。え？増えたかな？でも安全ならいいんじゃない？車検です。車検？いらっしゃい。行った方がいいよ。増えてる様子がないなあ。あ、いや、増える。これだ。これなんかどっか入れる。でもこれもうすでにあんだけど、これ。違うの、これ。材料の気が足りないねん。あー、てか夜になるね、これ。むず。むずってか、日本語化されてたら楽だったのかな、チュートリアルとかあれば。あ、なんか出た。これはなんか木、右クリックで作れるのか、これ。松明かな。とりあえず、木をいっぱい切んなきゃダメなんだね。ってことは斧。斧。何か珍しいことしてますね。夜になると目玉の親父が出るかもよ。え？増やしたいなら、横にいる人に、レシピ聞く手もある。え？コンシューマ版はチュートリアルあるんだけど、PC 版はないのね。ないらしい。しかも日本語化はされてない。なるほどね。とりあえず木をいっぱい集めろと、今は。今できる、ことから始めよう。木をいっぱい。PC はね。なんだよ。なんだよ。意味深な点々。木をいっぱい集めることから始めればいいんだね。これもう絶対勝った時じゃん、これ。うさぎは、肉になんねえかな。チュートリアルするほど覚えることないから平気。マジか。そういうことね。じゃあ、ちょっと分かれば。ああ！うさぎ殴った斧で。人来た。とりあえずどんどんやろう。この木は自然に入る。魚のボスがいる。そうなの？ちょっと待って。夜に出回るとゾンビに殴られるよ。あ、話せるっぽい。話せるっぽいけどわかんない。そろそろゾンビが出るかな？まずは羊を村の中心に誘導してきて、さばきながら村人生産しましょう。村人を生産？
それも違う。ああ、これこれなんか違うやつだ。しないのかな。え、じゃあ待って、なんか壊せない、これこれ壊せない。ミニクラフトが時を殴って材木得て機能のとかツール類作って岩とか硬いものに順次移行とかやってましたが、ふたできなくなっちゃった。ガイド君見るだけでイラッとするようになる。青だよ、笑。なるんじゃないかね。暗い。これもどんどんツール更新していくんかな。へぇ、エイジか。やばい、なんかふたできなくなっちゃった。ここ素通りできるぞ、これ。ゾンビが来る。おい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 、おい、ちょっと待って。それ背景になってるんですよ。そうだろ、そうだろ。あー、ドアが作れる。あらー、エマノさんいらっしゃい。ドアが作れるけど、和骨で、あー、お腹開いちゃったなーだよ、あ、暗い。ちなみに、月壁だと A と認識しない。これ邪魔、右上のやつ。月壁貼っちゃったのかな。うん、多分貼っちゃったな、なんか壁紙を。暗っ、時間進めらんないの、これ。右上のマップがめちゃめちゃ邪魔なんだけど、なんなの。下にしましょう。次はドア殴って壊しちゃうから。ああ、お腹開いちゃったな。おかしいな。ちっちゃい矢は書いちゃいけないような気がする。でもおかしいな。ながら見るのは楽しいな。時間進めるんじゃないかね。暗い。暗い。松明を。松明。おお。めっちゃたい。なんか大丈夫。じゃないと狼さんに食べられちゃう。いや。欲しいですね。ね、本当だよ。わらの、いや、すごい松明の心強さ。これ持ってるだけでいいのかな。とりあえずは時間を進められる、時間進められないんじゃないかな。うそ、誰かがなんか始めたぞ、ゲーム。松明置けるよ。置けなくてもいいじゃん。置かなくてええやん。壁につけられますよ。いやだ。え、松明はスライム倒しまくれば作りやすいかも。和骨出てつけんだろ。つかないね。これ壁じゃねえからじゃね。なんかこれ、じゃ、ちゃっかり壁でもなんでもないなんか囲いだよね、これ。つけられません。地面に置いたら燃えてわーって。床置ける?置けないね。すっげー降ってっけど。なんだ、ブシャーだよ。おい!なんか来る。ああ、なんか人っぽいのが。なんかやばい!やばい!ちょっと待って、武器あ、暗い!暗い!暗い!ちょっと待って、壁につけられたと思うんだけどな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと見えない。何、俺、誰、俺、あれ、わらわら、ちょっとどうなったこれ、誰、お前、わらわら、おい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 、来たー見えないよ、笑うしかない、見えない、見えない、死んでもいいの。あとちょい、あとちょい、9、5、4、え、5、ちょっと待って、どうだどうだどうだ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、なんかいる、お前も敵か。死ぬと破壊士が出現するよ。前、マジで、リップ、どうなったこれ、倒した倒した、なんかキノコみたいな落ちてるけど、怖っ、何これ、みたいになってる、笑、だってさ、剣持つと松明なくなっちゃうんだよ。松明つけらんねえし。床置きなし。あ、置けた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 。マルチでボス X が祭りすると当たり墓まみれっすよ。松明消されるとこっちも後ろ後ろ家の中に松明消えるこっちも困る。びっくりしたよ。あいつ生きてんのかな、マップの左にいるやつ。てか朝が来ない、朝が来ないよ。ゾンビマップに出んのかな。あ、暗い暗い暗い、もうダメだこれ。生きてんのならいいや。あと5分って。木の隣に置くようにするとつけられます。はぁ。木の隣?なんか今、なんか一瞬光ってんだよ、この辺が。なんかなんだこれ。え?怖いな。松明持って行ってみようか。本当は、ガイドも家に入れてほしいけどな。お?あ、あの人ガイドなの?ウサギも入れたい。バニー。バニーがすげー見てるわ。これ何?ホタル。目玉飛んでくるから気をつけて。は?敵なの、まさかあれ。てか朝来ねえ。朝が来ない。おいおいおい、怖いよ。てか、ちょっとこれ家、この家ダメだ。作り直そう。一旦壊そう。なんか全部作り直そう。ウサギを入れたい、ミミツルハシフルミギ。死ぬ。
ウサギを砕く。もうゾンビ来ないだろ。ウサギがいっぱいいるけど。あー、来ないで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 。来ちゃーダメ、来ちゃだ、来ちゃった、来ちゃった、来ちゃった、ダメだ。 これ無理だ、これ無理だ、こっち無理だ。一匹やってもうた。ちょっとちょっと怖いわお前ら、死にに来てんじゃねえか。よしよしよし、あー、危ない。何このコント、笑。いや、だってこれ。ツルハシが脳天直撃さがさターン。ウサギは攻撃しないから、倒し放題。うん。あー、来た。始めると朝も夜もどうでもよくなりますね。来た来た来た。あー、なんだ、剣は押しっぱなしダメなんかい。硬い。硬い。硬い。弱い。あー、びっくり。この人喋れるっぽいけど、なんか切っちゃいそうだな。あ、切れないんだ、この人。ちょっと朝来ないよ。体力減った、あ、回復すんの。初期の剣。なるほど。体力時間で回復するんだな、一応な。ゾンビマップに出ねえのこれ。てかもう、なんだこの朝来なさん。朝来なさ。僕と、しょっちょさん、ちょっとソード振るくらいなら、ツルハシ振ってても良いくらいですぜ。マジで？ここに家を建てよう。ここをキャンプ地とする。若干動く。お、なんか星？星？これなんか超レア。やったー、なんか超レアじゃね。出ちゃいけないぜ、まだ。うわうわ、暗い暗い暗い。ダメだ、ダメだ、暗い。星拾っとくといいっすよ。なになに、これから毎日家を焼こうぜ。もう夜の仕事だ、これ。とりあえず木を切れるだけ切るぞ。ウサギは来ないでね。あれ、切れない切れない。派手にやんじゃねえか。超レアアイテムだ。やった。本当に本当に流れ星ですね。何あれ、当てると全部消滅しちゃう。星は集めたら弾丸にもマナの元になるよ。弾丸マナが増えるよ。やったね。おう、なんかなん、ちょ待って、なんかちょっと待って、ウサギがなんか砕けた。ちょっと待って、ツルハシ、お前がやられ、なんだよこいつが。あ、やべ、でもこれ振るダメだ、これ弱い。剣の方がいいじゃん。ほら、剣の方が押し返せる。ほいほいほい、おいおいおい、やばいやばい、なんかやばい、なんか来た。ちょっと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 、なんでこんなにいんのお前たち。暗い、こっち暗い、めっちゃ暗いし、うるせえし、親父がタン絡んでるみたいになってる。夜だからす、ね、夜だからね。てかゾンビなんでこんなにいん、夜でもおかしいやろ。いやー、変だな、やっぱ。ちょっとなんか後ろ、なんか後ろ、リス、あー、なんか殺したリス。次枠です。もっと恐ろしい夜もある。いく、どういうこと、ジェイソン来る。疲れた、これ。そりゃ野外キャンプしてるし、もう疲れた。オースウェイもんか。死んで楽になりたい。あ、と思ったけど体力回復してる。比較的回復している。最初の方は夜は、ちょっとこれどうやってタイムすんのこれ。これどうやってタイムすんのこれ。ない、タイムがない。これか、いや、ダメだダメだ、タイムがない。あー、なんかまた首転がってきた。ちょっとないです。やべ、来た、これは来た、勝てえやつ来た。あ、いやいやいや、次枠になります。お疲れ様でした。ここだ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 。おら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 、なんかまた右から来た。目玉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 、噂の目玉。あいつなんか強いの、上に振るの強いやつでしょ。あ、違うやつだし。あー、ちょっと待って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 、いやー、怖い。あの松明欲しい。いっか、目玉超強いんだけど。やべ、くれ、やばい、でももう無理だ。松明とかあった。はい、あのね、画面をアクティブにしなければあれだわ。ちょっと待って、ちょっと待って、それがよく考えたら、ちょっと待って。はい、止められる、これで止まってる。うん、小判や、教授さんいらっしゃい。やめてやめて、銃すげえ、あいつ死ぬんじゃねえの。ガイド、やべ、斧弱い、斧が弱い。マルチじゃないのね。マルチじゃない、多分。あー、やばい、死ぬ死ぬ。ほいほい、あ、強い、めっちゃ強い。これなら倒せるかもしれない。ほい、月部さんもいらっしゃい。はいはい、あー。よし、勝った、なんか取った。
なんか取った。これ、家建てよ。家じゃねえよ。あー、でないわ、材料が。レディースは骨にやにやラーメン。おい。おいおい。ケロさんいらっしゃい。悪趣味だぞ。なんか地面掘れるじゃん。おう、地面掘れる。ニュースも野々村議員の会見ばっかで毎回福原。野々村議員え、あの泣いてるやつあるんでしたっけ。体力が増えるとかなんとか。おいおい、地面いけんじゃん。ここで住め、一生住もうぜ。わーん。あいつマジやめとけよ、ほんと。あ、明るくなってきたね。そうそう、泣いてんのか笑ってんのかわからんやつ。あれは絶対ないね、もう。もう絶対ダメでしょ、もう。夜が明けたね。明けたね。もうスライミーは、おお、ゴールド。違う、ゲルだった。これ真下に掘り続けたらブラジル到達するんです。若干途中暑いけど。あー、なんだ。あー、疲れた。近くに鉄とか、はい、金が取れるよ。本当にいいことだらけ。ブラジルの人聞こえますか。しかもあの会見前に意味わからんこと記者に言ってるし。そうなの？横豚だって初めは家建てたから、まずは家建てようず。お、なんかそう、これなんか取れてるじゃん、素材が。PC ドリ PC、 おつるさんいらっしゃい。クレー、ここまで来るとクレーな。おお、酸欠になりそう。家建てるの諦めて縦穴式住居目指してるんですか。そう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 、土いらないんだよな、わら。土いらねえのかい。感じたらこの会見はやめますとか、もうくれとか。誰かが惚れてる。ちなみに私怖いと感じたらってな。喉までやってるよ。それダートブロックです。ダートブロック。あ、泥で作れんの？そういえば日本パッチあったな。上？世界か、俺は PS3 だから。200回温泉？200回温泉とかに行ってた説明はあったの？あれ？若干なんかいい、うん。いや、直接な説明なしだよね。キノコ男用にいるかも。キノコ男用。とりあえず家建てよう。この人死にそうだから何とかしたいと思ったけど、あ、死にそうだ。この人を含めたなんか、でもこれ超邪魔なんだけど、なんとか、あー、なんかなってもうた。大量の土で池を埋め立て。ああ。これさ、壁紙邪魔なんだけど。とかすげえなんか、ハチドリ来た。敵じゃないね。よし。出た。PC 版の方が多いんだよな。気にしないでください。はい。じゃあ分かった。勝手に生き返りました。これを、あ、嘘？いいの？これをやってたね。私が死んでも代わりはいるもの。マジか。説明じゃなくて泣き散らして、感情的になってすいませんした。これで終わり。うん。とかさ、どれが家なの？家の素材なの？これ壁の素材。あ、嘘？ハンマー？ハンマーねえんだけど、まだ。ハンマーはなんか岩かなんかやんなきゃダメかな。なんかある。弓矢。ワークベンチ。ワークベンチ。最初は木造建築で良いのでは。いや、いいといいんですけど、どれが家の素材だかは全然わかんない。ワークベンチ。ガイドは殺します。ワークベンチ。あ、ワークベンチ今置いたよ。木で。一応土でも家は作れますよ。いや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 、その、今もうあるよ。わ、え、どれ、家の素材ってどれ？取らないとな。途中で石々になる動画わかんなかった。何それ？なんだろ。そのまんまで家の材料になるよ。ああ、これ。とセドリアって日本人の戸籍を取った朝鮮人排除セナナ。横十三縦六で囲って。まずは笑横十三縦六って感じでバージョンアップさせるんでしょ。これか、1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、4。横十縦六でいけるはず。9、10。さっき一足んなかったのかな。あ、来た。こんぐらいでいいんじゃない？あんまりだー。これでいいの？横十六縦六マスを木で囲って壁貼り付ける。十か。どっち？どっち？十と十六大違いだぞ、この感じだと。軒先か下ら思い下もね。下も？下もね。下も？十。十でいいの？石を組み上げれげて壁を作る。横十だったと思う。あ、ベンチが邪魔。ベンチ邪魔。ベンチ邪魔、どうするやろ、ベンチ。破壊。50へのレス。狼に吹き飛ばされない家作ったらクリアですね。そう。床を掘り下げる。ああ、そうすればよかったか。なんか高さ足んねえっていうか、ちょっと待って。初見です。応援しに来ました。はい、ありがとうございます。すげえむずいこれ。日本語がないので。下1個掘れいんだな、これ、地面。これでとりあえず。凍結住居はダメなのか、わら。ベンチが邪魔なら下を掘ればよい。おう。
すげえ大工事だこれ。聖地から始まった。高さが足りぬ、高さゆえに苦しまねばならぬ。ちょっと待って。頑張ってあ、ウケるわ。日本語パッチウィキにあったお。ほう。URL 省略。どうすりゃいいんだ。上げれる最大が5.62。それは紙にお願いする。これでもう家？これで俺はこれ家なのかな？でこれちょっとこっち、あ、ちょっと待って待って。若干これに作ってドアを。いや。いや。ここです。あ、ダメだ。食べてたらレンジでチン。あ、後ろの壁か。凍結住居は逆に面倒よ。わら。うんと。木壁全部木の壁に張り替えないと家の中で敵枠し。びょー。壁を張る。木の壁がない。木の壁。扉ないのに家になるの？いや、そうなんだよ。鉄腕ダッシュでもやってた。壁はどれだ？あ、俺今近くにいない。ここだ、ここ。アジアンスタイルと言い張ればなんとか。頑張れ。これ壁か。ウォール。松明。と思ったけど、これ土じゃね？で家の条件。これ字が出なくなっちゃった。字が出なくなっちゃった。字が出ない。なんで拍手した？うるさいぞ。うるさいぞ。ちょっと待って。私も一緒に入ってるぜ。土で作ってもらいなよ。土壁じゃダメなんかしら。で壁を張ってその後明かり松明などがいる。あのさ、字が出なくてわかんないんだけど。あ、出た。こう、触んねえ方が出んのか。気づいたら、穴の中に草は得ている。え？土壁じゃダメみたい。うそ。土壁でも作ったやつなら問題ないよ。あ、そう。残念ながら家として認識されないんだな。あ、そう。てかもうわかんねえ、これ。どれが、これ壁だよね、多分。これ壁、あ、今これ作ってんのか。どっちが土なの、これ。知らなかった。どれ、あ、これ木だ。作れない。木足んねえや。え、嘘でしょ？木すげえ持ってんのに。え？ちょっと待って待って、一回置けってことこれ。あ、取ったやつはオッケーです。元の土だとダメだね。おー、捨てた。これを、あれ？これ壁じゃないの、これ。あ、俺ドアじゃん、これ。ちょっと待って待って待って。これを、ここか。で、これにして、こういう感じ、ありがとうございます。これ木じゃないくない？これ木じゃなくね？これ違うよ。ちょっと、これダートウォール。ダートウォールじゃねえか、お前。所長頑張れ、頑張る。頑張るよ。3ブロック分、木を取り除きませう。ハンマー作ろう。3ブロック分とか、泥塗っちゃったよ。泥を塗ってしまったんだけど、これ。だけど作ったやつだと思う。あとさ、あ、泥でもいいんだっけ？泥でもいいんだっけ？もういいわ。泥塗ってやる。全面に。なんだよ、これ。なんだかんだテラリアを謳歌する所長さんであった。頑張れ。ありがとう。そういえば、ツイッターで野々村ッターってのがあって増えた。もうかよ。何やら、もうか。さんですか。泥塗っていくぞ。泥足んなくなったんじゃない今度。ハンマーで壊せるって人からハンマー作れんじゃん、これ。磯の高さを追求しようぜ。え、高さもいけんのこれ。え、壁なくなっちゃった。木の土も作ろう。木の土。木の壁このふで置いて。ハウス、ダメ絶対。なんかこれ、効率悪くね？もっと綺麗になんか塗りたい。いけるか。豆腐は機能美ということで。これでどう？これでどう？家になった？ドア。ダメだ。ドア。まだ空きがある。空きがある？どこにだ。え？あ、真っ暗になった。上なんかはみ出た。空きは。え？え？ドアは木枠を壊して設置します。ああ、そうなんだ。松明設置がどうとか、縦3つピッケルで壊して、頑張れ。縦3つピッケルで壊す。で、チェックだ。で、ドアを3個木を削って設置。はぁ、ちょっとじゃあこっちにドア作ろっかな。いや、こっちかな。よし、陣が通れるくらいの高さで破壊。は、ちょっと待って、ピッケル。明るい。3つ壊して、レンジでチン。つかない！あー、ついた！おー、ついた。松明がついた。で、松明。やっと松明がついた。低いところにドア作ったやったー。ちょっと待って、松明。出たらすぐ穴、わら。え？あと椅子、楽しそうすな。楽しいねー。椅子置いちゃおっかしら。テーブルと椅子？よく頑張った、ありがとうございます。テーブル。
い、なんかわーって言ってるよ、誰か。椅子、椅子、椅子。ドアがついたぞ。逆！椅子逆！椅子逆！なにこれ。椅子逆よ。逆だ、なんでだ、なんで逆になる、壊してまで、壊してまで、なんで家の判定、家の判定、自分が向いてる方向、なんで逆んな、どういうこと、俺が逆かロケ、本当だよ、ありがとうございます。とりあえずテーブル頑張れ頑張れ、こう置いてこう置いて、こうこう、やったよっしゃーってか、作業台なくなった。作業台近い、危ない。ピッケル。とりあえず、これで。ホームレス卒業。ねえ。よし、松明をちょっと。うん。鎧とかあるぞ。戦いか？松明ないぞ。あった。やった。違うよ、違うよ、ピッケルつかない、ちゃんとした向きに椅子が置けた、天井には無理か、いいね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 、やった、食料庫、なんか言ってたね、なんか開メニュー開いて、メニュー開いて、夜になったらあいつは、え、なんでメニュー開いての先を教えてくれ、あいつ入れてえな。たまげた。あいつ絶対入れないんだ。てか俺橋つく。人が住めるか確認。壁張ったなら壁にも松明貼れますよ。うん。あ、なるほど。壁。一番右上の家のマーク。家のマーク。一番右上の家のマーク。ん？ん？ん？ここかな？メニュー開いてね。これか。これ何？これ、あ、で？え、お前か？ん？あ、ドアってどう言ってあげんだ。ちょっと待って、満腹の通る道作ってあげて、これさ道ねえし、こいつが出れないんだよ、ベシも一緒に入ってるぜ、マジでちょっとこれダメだ、どうすればいいんだ、ここにこう右クリでいいのかな、右クリ、あーいた、それでお家に住めるようになる、ありがとう、家判定ついてる、よし、これでどうだ、これなんかマーク出た、自動で移動してくるよ、本当に俺これ壊していいからハンマー作る、うーわ来た、おい、おい。ベッドないよ、ベッド。ちょっと待って。ゲストが家に住めるようになりました。ああ。はあ。僕は後々持ってるものでどんどん来るを。嘘。せっかく作った家がガイドに占拠される。どういうこと？ちょっと待って。ハンマー作ろうぜ。勝手に来んのね、夜になると。これ何？ブーメラン？ボウ、弓矢だ。ハンマー。くれた。で、ハンマーで壁を壊せるって言ってたね。え？男二人の共同生活の始まりなのかドキドキ。笑。家はいっぱい作っておいたら、んぷくが勝手に住み着く。地下にも、んぷくがいるよ。助けたら、家に来る。ええー。入ったらドア、ちょ、狭え。狭えんだけど、これ家。友達呼んでパーティーだ。天井ちょっと高くしたい。天井、高くしていい、これ。あれなんかハンマーだと変だよ、これ勝手にゾンビ来てる、中ドア開けたりするからよく隔離されます、早速建築ですか、来た、うん、ちょっと家天井が、ちょっと待って、木のハンマーの力が弱いから壊すの時間かかる、斧でいいかな、じゃあ、いや、ツルハシか、ハンマーだと形変えるだけ、あー、そうなんだ、ハンマーは半ブロックにしたり坂にしたり、あー、な、屋根とか作れんじゃん、でかした、いいね。高くなったけど、これさ、待って、壁なくなったぞ。ね、壁なくなった。これどうすれば、これ。えい。か、家判定なくなったよ、これ。ここはフターはやめてね。いやい。ハンマーで滝も作れる。そうやね。壁が足りない。壁足んねえぞ。おいおい、壁ねえぞ。ガイド。スメスメ終わりにすぐ破壊しやがったな。壁がねえ。ちょっと待って。壁がないよ、これ。えい。行くぜ。ちょっと、ちょ、壁、これか。壁が変わった、待って、これ木だよ、これ。木の壁、木の壁になっちゃった。
これ家になってるかな、家になってるかどうかってどこでわかんの。なってる。ほんとよかった。このここ気になる。喋ると喋っても英語だからな。喋んな。気の毒って、気の毒。あ、マークついた。存在ってオッケーなのかな。ね、審議中。家のメニュー。あー、家メニューあるよ。お稲荷さん、家メニューあるから大丈夫かな。はてな、はてな、はてな、な、はてな。英語だよ。ガイド床下に埋めようぜ。そういうことだよ。はてなはなんか。俺も PS3 で混ざってる家あるからオッケー。混ざってる家。住めるかどうかだね、ある。住めるかどうか。え、ど、これ。This house, housing is a る、あはははは。あ、ほんと？全然読めない、最後の二つのワードが。住めるかだね。へぇー、マインクラフトじゃないよね、これね。違う、なんだっけ、テラリアか。リス入れたい。リス来い。リス来い。来た。もう一匹来い。来い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 。ゾンビ来た、ゾンビ来た、ゾンビバカ。お前肉片来る、帰ってくるやだ。気をつけないと。危ねえ。おい、ちょっとどうすんのこれ。待って待って、なんかリスが若干危ない。気をつけないと。隙間あって、なんか今来たな。なんかと、ああ。集中しないよ動物。嘘。壁ドン。これどうすんのこれ。大丈夫？これ、これ若干足元掘ったら落ちるとかない？ええー、これ。壊されますよ。ちょっと待って、ちょっと待って。安心してた。ちょっと待って、どういうことじゃ。あ、欲しい。行くぜ。おら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 。大丈夫。おら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 。俺は星を取る。おりゃおりゃおりゃ。リスが逃げたい。あ、危ない。大丈夫じゃない。あ、本当？目来た、目。目強いんだよこれ。はあ、これ目下に入った タイミングで閉めたりしたら閉じ込められるよね。戻ってくるかな。あ、昨日あれ見たんだよ、そういえば。ガンダムの。ドアはちょっと高いところに作ればいいんじゃね。夜にイベントが高いところに作ればいい。へぇー。赤い月の夜には注意。え？ドア開けてくるのはブラッドムーン時。え？深く掘ってあるならドアの目の前ほっとくのは定石っすね。はぁー。赤い日はドア開ける。これじゃあ地下とか作っちゃえばいいんじゃね、このうちに。地下作る。これさ、2階建てとかできんの、これ。曲がすごい。初見です。終わった。はい、224個目さんいらっしゃい。いやー、だからここまで分かったらちょっと若干若干心強い。いやー、ありがたいわー。地下要塞もできるよ。え、ほうほう、スター。あ、ゲズミさんやってんのこれ。あのスネークとベジータの熱き戦いを見た見た。何回でもスベジータだったの。ウッドプラットフォームってのがすり抜けられます。ウッドプラットフォームがすり抜けられる。え、あ、すり抜けられるなんかパーツが作れんだ。うん。っていうかこれまた来たよこれ。ホラーゲーム。ホラーゲームだね。ああ、なるほどね。うん。ああ、そうだ。それって東京ってこと？いやー、これでも待って、このゲームってこれでいいの？これを、こういう楽しみ方でいいの？もう全然、自分なりのこう家建てたりとか。あ、ほんと？へぇー。またうるさい、これ。うわぁ、増えちゃった。やだな、目玉がやだ。目玉はやだから、ちょっと無理だな。探検の楽しみがあります。あ、なるほど。何が出てくるの？おぉ。似てるね。似てるね。これで後々発展させていって地面掘って地下世界に行ったり。これさ、これ地面掘ったら家じゃない認定されんのこれ。まさか。ここで掘っちゃう。マイクラより戦闘よりのゲーム。あ、そう。マイクラは建築メイン。うん、テラリアは冒険メイン。ああ。そこが結構。開拓していくみたいな。される。あ、ダメ。ダメ。ダメ。掘っちゃいい、掘っていいか掘って悪いかどっち。そっち。なんとなくもう下からどんどん生きていきするわ、これ。悪い。悪い。家に認定されないとどうなるの？ねえ、どうなるんだろうね。奴らがふーってくんのか。掘っちゃダメだね。掘っちゃダメ。掘ってもいいけど敵が湧く。住めなくなっちゃう。住めなくなっちゃう。とりあえず掘ろう。確かに。やればわかるっていうね。
うわーこれちょっと、お、なんか月出てんじゃん、よく見たら上の方に赤い月は注意。ルーハシをいいものにして掘れるものを増やしていく感じですね。あーなるほどね。で進める範囲を広げていって、でまたいろいろなんか新しい発見があるわけだね。とりあえず目玉がいないうちに倒そうかな。これゾンビを倒す、ドアを埋める、ドアの真ん中に土を設置で入ってこれない、木を切りまくって、しかも A 判定されるようにしたら問題ない。なるほど、やべ増えた、目玉がいないうちに。地面がダメならガイドを掘ればいいじゃない。ほらほら、うやべ、ほら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 、うるさい。はい、なんか、あ、火か、あれ松明か。地上の神殿にボスがいるけど、うん、まだ先だな。あ、やべ、これ倒せんのかな。ダメだ、無理だ。あ、ボスとかいるんだね。あ、じゃあ違う、何。ちょっと待って、間違えて右クリしたらなんかなっちゃった。あー、ちょっと待って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 、危ない、いっぱいいるよ。へぇー、壁越しの攻撃は判定ナイス。なるほど、これみんなと一緒にやれるの？スチーム版持ってる人と一緒にできたりするの？いやー、やれる、やれる、やれるを、やれる、できるよ。みんなの家とかにも行けんのこれ？もちマジ。ガイドは情報をくれてる。てことはスチームでこれあれだな、プレイ登録してるとガイド情報くれる。あーあー取れた、なんだ、家の中から取れた。縄跳びさんいらっしゃい？でも読めないと意味ないね。なんでそんな目が上下してるの？読めないと意味ない。そうなんだよ。リスナーとやるとか。うん、そうそうそう、とかどれぐらいのことができるゲームなのかが全くわかんないこれ。昔ね、昔どっかスチームでリリースされた当時、すげえ昔だったから、その時やってんの見たことあるけど。家はあれです、うん、その人がサバシュになればその人のワールドが使えます。え？ PS3 は日本語なので助かる。なるほど、なんかぐしゃってなった。相手の主人公は N と S なのこのゲーム、笑。え？相手、あ、そうなの？へぇ、目玉が来る。うわ、これ夜長すぎね。これ暇だな、夜何もできないよ。歌も日本語なので始めるときやりやすかった。なるほど、みんなバランスブレーカー武器持ってきちゃやー。マジか、動物はモンスターにやられるためのもの。まさかの壁越しのアイテムゲット、うん、笑。星は結構3つ集まったね。てかこれマジちょっとさ、やれることがなさすぎる。夜目玉が来るともう無理だな。ちょっと松明増やすか。変なマルチの仕方するとすぐ強い武器とかもらっちゃって。あーなるほどね。やっぱこう徐々に強くなっていく楽しみさとか、どんどん進める場所が増える楽しさっていうのがやっぱあるわけだな。それが大事なんだね。むしろそこが肝で、そこをすっ飛ばすとつまんねえ、すぐ飽きちゃうってことか。ガイドに話しかけてどんなアイテム作れるか聞きましょい、うん、で動物やられるの多いと赤い日が近づく。PS3 はマルチやりやすいから、クラフティング、マッピーのパワードをつけようぜ。この人がなんか今作れるのを教えてくれるってことこれ。マッピーのパワードをそうつけてよ。楽しくなりますな。朝になったら冒険して地下世界の入り口、ロックンロープみたいなやつ。朝になったら冒険して地下世界の入り口ですけど、おい、そんなにいけんの？もうそんなにいける？この人がだから鎧買うとか作るか。でも切れない。見せるとそれで何が作れるか教えてくれます。出て切れんのこれ。右クリ？あれどこ行った？あー来た。行けるとこか行くしかないね。来た来たぞ。行けるとというか行くしかない。もうやりようがないってことそれ以上。弓矢とかもあるんだな。でも鎧とこれなんだこれ。ヘルメット。ヨガフレーム。作れる？かぶってる？かぶってるか？かぶってるな。曲変わった？剣って俺持ってる剣と違うのかなこれ。開けたで。開けた。一番右に装備欄があるよ。バランスブレーカーの劣勢状態で楽しいよ。朝になった。イエス。さあやれることだけやってみよう。この枠どうしようかな。柵、これ柵って何の意味あるのこれ。誰か柵、柵作ったことねって言ってる人いたけど。朝だ。見た目か。見た目のこだわりか。音楽で世界、時間などがわかります。あとこのマップ邪魔なんだけど、なんとかなんない。
音楽変わった夜が明けた印。なるほどね。地下に降りよう。これがさ、こっちにやりたいんだけど。地下に降りる。本当に？そんな段階？メニューから畳めるで。メニューから畳める。ちょっと待って。いった。俺、キー切ってさ、松明増やさなきゃやばくね？てか、松明持ってねえよ。ああ、やべ。やばい。で、ドア開けっぱなしだと、うんぷく死ぬときやるよ。マジか。これ壁の色使ってマップ地にドット絵になるように作る人とかいるし。なるほど。はいろいろ。なるほどね。松明いっぱい作ろう。違う、どうやって作るんだっけ？これか。タブを2回押してみ。え？え？嘘、ちょっと待って、どういうこと？ん？タブ？タブ？あ、ほんとだ！ありがとうございます。すげえ、すげえすっきりした。やったー。これは助かる。松明の材料はスライムの青いの。うん。うん。ああ、そうなんだ。条件さえ満たしてたら来るよ。うん。ドアは閉めててもいいのかな？夜までに帰んなきゃダメ、やっぱ。地下行くとしても。斧の強いやつ欲しいな。もうちょい。鉄とか石か。ちなみにどんぐり植えるとまたぎ生えるよ。ああ！僕はたまにワープする。どんぐり何かと思ったらそういうことか。どんぐり？ああ、やべえ、来た。ああ、目出た。はいえ。斧？これ？ああ、なんか来ちゃった。アンジュレーションがちょっと強すぎるんですけど。鉄は地下。でも鉄じゃない。斧って鉄なのかな、これ。石なのかな。PC 買い替えたし、パソコン版やり直そうかな。マジで。ああ、もう、スライムめっちゃ来る。これ最新版ですかね。わからない。ああ。はい、来いよ。ああ、行っちゃった。ああ、もう危ない。なんか取った。あ、早いな、こいつ。鳥、飛んだ。所長さん、木刀作るとはかどるで。木刀。やーべえ、これ、もう一枠やんなきゃわかんねえような気がするな。もう一枠で地下を攻めるか。まだ早くね？でも二階建て作るのもなんだから。で、かまど作らないと鉱石は宝の持ち腐れ。嘘。石はどっか地下に行けば出てくる？うわ、これ木もういいわ。石これ。これ石？あ、で、鳥？なんだ、背景変わった。そしてなんかあるぞ。あーね、うさぎがいる。危ない危ない、暗い。ここにある。ちょ、待って。あ、なんか持っちゃった。宝箱も欲しいね。ひまわりの種食おうぜ。石は少し掘ったら出てくる。あー、つけられた。うさぎが逃げてる。逃げてる。なんか取った。なんか石これ。なんか出た。うさぎ逃げてんのこれ。お疲れ様です。宝箱は倉庫みたいな使い方します。へえ。これさ、ここにアイテムある。うさぎめっちゃ邪魔じゃねこれ。オツでした。これ石かな。いやこれ邪魔。形変えてるだけだ。自分のハンマーは。あ。オツ。ああそっか。まさか自分のハンマーだったとはな。なんで書いたんだこれ。この硬い感じは石じゃないのかなこれ。まさか待って、雨降ってんね。これ土かな。和骨です。あー、なんかキラキラしたスライム来た。こいつはレアだ。勝てえ、やべ。勝て、あ、倒せる。危ない。よし、なんか取った。エイズベさんいらっしゃい。やべ、登れねえ。レディース&ワシオツラーメン。どうすりゃいいのこれ。ふっ、上切れんのか。さっきのハンマーは自分のハンマーだということが分かりました。土を置く。これかい？これ壁かなこれ。これ壁かな。
足元に置いて足場にしよう。土はどこに、これか。おー、なるほど。なんかちょっとずつ草とか戻るの。キノコや、キノコあるよ。取れない。こっから急に雪降ってんだ。あ、危ない。ニャンパス、ニャンパス。6個目さんいらっしゃい、おつるさんいらっしゃい、スライム来た。所長、ついにテラリアですか。ねえ、テラリアスチーム版です。お、雪原さん。あ、監督さんいらっしゃい。いやー、疲れるなこのゲームは。来た。もうスライムいいわ。でもスライムがいないと作れないやつ。あ、これ石じゃね。これ石じゃね。こんなとこにあったのか。なんか、ね、ミミズ出てきた。そうす、そうす。やったー、これでなんか新しい世界が広がるよ。スライムいないと松明作れん。そうだっつってたね。遠くてもいける。いや、いけなかった。日本語化とかもできちゃうっすよ。うーん、らしいね。なんかさっき誰かが URL 教えてくれてたけど、ちょっとごめん、完全に無視してたわ。それどころじゃなかった。日本語を知る前になんか全く知らなきゃいけないことが多すぎた。わらわら、てか止めらんなかったし。商人さえ呼び込めればいろいろ物買えるし。商人？はい。まだ時間大丈夫かなこれ。これまた夜の間に。ちょっと待って、これ。石はできるだけもらおう。おお。なんだろうな、この感じ。いや、マインクラフトよりちょっと、あれだな、敷居が低くていいな。あ、やべえ、すげえ穴だ。こっから先めっちゃ穴だ。クレーしかも。松明どこ？投げちゃダメ。それ投げちゃダメ。めっちゃ塊だから、これ。時間バイバイだよ、このゲームも。へぇー、ちょっと待って。松明どこ行っちゃった、俺。タイマスどこ行っちゃった。あれ、タイマスがなくなった。所長、こういうゲームは地下は危険だぜ。絶対危険でしょこれ。うぃー、さあなんか作るか。タイマスを置いて下を明るくできたりもします。最初は高すぎるとこから落ちたらやられる。マジか。斧遅い。打撲で延々と穴掘ったりしちゃうよ。打撲です。これは違う。いける。よし、ここにじゃあ穴開けて。あいつ、こう、ガイドが壊れなくなっちゃうのか。黒野菜さんいらっしゃい。皆さんいらっしゃい。このゲーム見た目昔の PC88 のゲームっぽい。ソーサリアンとかみたいな感じ。あいつこっち来ねえかな。あれ、そっか。和骨です。あ、もうなってるね。ソーサリアンにそっくりやな。うん。よし、入った。お前もここにいろ。で、俺、これ、どけるから。これでいい。夜になったら帰ってくる。うん、これもう夜ってことじゃん。本服は放ったら貸しでいいっす。マジで。で、俺は石を手に入れたから、これ何これ。出てっちゃったぜ。お前、何してんだ。これ家の中に作っていいのこれ。ガイドが家入ったらドアのとこ木枠で蓋しちゃうのもて。あー、なるほどね。まあでも死んでもいいんでしょ別に。死んでもいいと聞いている。なんか暖炉作れとか言ってなかった。暖炉じゃねえや、あれとは違うのこれ。いや、これだ。作れた。服を動かしたくないなら囲むか穴を作る。はあ、作れねえ。て、投げた。投げたよ。設置すると近くにいると自動 HP 回復が早くなる。はあ、はあはあはあ。家さえ作って済ませちゃえば放任主義。なるほど。ちょっとこれ、おい、邪魔。ここでまたなんか作れるものが増えるんだっけ。離れてみよう。あっ、ん、かまどとかは別の場所でいいかも。これ違うの。嘘。もっと家広くした方がいいかな。インゴットが作れる。インゴット79。うるさいな。何の音だよ。からの棒。へえ、でもなんか増えてる気がしないな。
これだけか。椅子ないと家じゃなくなる。嘘、ああ嘘、ああ家じゃないのこれ。ちょっと狭い。もう早くしよう。壊そう。広くしよう。机と椅子は大事なんだね。ちょっと待って。ちょっと待って。これ大変だぞ。いやーこれか、木か。ちょっとこれ埋めて、埋めねえぞ。最下層まで家を延長すると聞いて。なんだか違うこれ。投げちゃダメ。ちょっと待って。足場。え、どうやってこれ、水ダメだ。これ水無理。一番、これだ。あ、一個なんかはみ出た。あいつガイド行っちゃったよ。まあいいや。やべ、壁塗んなきゃいけねえこれ。これむずい。何日かかるんだ。あ、わたわたしてんの楽しいわ。ちょっと待て。なんかガーって言った。水は掘れば大丈夫。マジで。これ水の処理もなかなかいいんだよな。マジで。これ家になった、なってない。テーブル。作ってね。作って。早く。あった。机と椅子。椅子できてんのこれ。これ置かなきゃだ。あった。出た。これを邪魔だからどけたら。これってさ、等価交換なのこれ。壁だと家判定じゃなくてダンジョン判定されるで。嘘。これジグザグ。でもなんか家、これでもいいらしいよ。なんか半々とかでも全然いけるらしいよ。ディグダグ？ディグダグではないけど、掘っていくことには変わりはない。作った土壁ならいいらしいで。あ、そう、作ったものだったり言ってたね。これで家だ。今日からここが家だ。で、自分で置いたものは A 判定になりますね。らしい。壊しても消えるわけじゃないぞ、机とか。おう、あー、そうなの？あー、置いちゃった。おい、お前、それ。家、ちょっと家。家。2個作っちゃったよ。いや、ちょっと待って。ちょっと待って、これ。3つになっちゃった、暖炉。わらわら。ちょっと待って、邪魔。で、鶴橋。どっちもドアにしてない。おい、待って。ドアねえよ。本当に壊して逃げるだよね。ほう。早く赤い月来ないかな。地下に逃げ、これだ。三連カメ。投げちゃダメ。うい。家はここだけどさ、ちょっと待ってね、あのウサギが逃げ込んでるとこ最強じゃねこれ。赤い月。なんだって。パチパチパチ。ありがとうございます。ギヌギヌに8分の1のあれ来ないかな。何それ、あまり大きいと家判定されないらしいよ。うそ、これでも大丈夫なのし、今こいつのマーク出てるし。来た、早く帰れ。なんで止まってんだよ。オッケー、こんぐらいなら平気。え、こんぐらいなら平気。水浸しや、来ないんだけど。それはかまど鉄などを溶かすもの。ああ、これでもあれだ。オッケー。これでいい。とりあえずこれでいい。あ、お前なんだよ。お前どこ行くの。もうちょっと明るい。あ、だから投げちゃダメだって。ちょっと待って。はい。なんかピロロ。ガイド、水浴びしたかったのに。よし。外にもつけられた。これで外の様子。まだ夜じゃないし。マジで？あれ、つかない。円柱に穴掘ってガイド埋めとこう。あ、ついた。あ、すげえ、先端についた。ガイド埋めとく。邪魔。違うんだよ。水のところを掘る。違うのよ。地下にもかまどあるよ。あ、水掘っちゃえば地下にもかまどがある。ちょっと待って、なんだ、待って。あいつ行ったぞ。まだ夜じゃない？これなんだろう、これ。アイユエに監禁していくスタイル。あ、こっちも開いてる。なんで？勝手に開けたでしょこれ。種、あ、種いらない。種、こう。栗じゃねえ。どんぐりいらない。これもいらねえ。これも壁いらねえ。地下のはまだまだだから、錯乱戦でいい。やったね。やったよ。ついにやったよ。もう何が何だか。夜になっちゃった。めっちゃ暑いんだけど。ダメだこれ。うわぁ、忙しい。これは忙しい。曲変わった？
ウサギちょっと閉じ込めよう。ええ？どんぐりって木の苗やで。そう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 。そうよ。ウサギちょっとじゃあ、あ、ちょっと待って。なんか、うん、あ、いや、一つじゃ降りらんない。来た。イエス。イエス。赤い月ってどこでわかんの？左のみたいに水のところも発展服の動きをやめよう。はあ。音楽。ウサギは音楽でわかんの？を荒らすので捕まえてミートパイにしましょう。なんでできんの？左下にメッセージ出る。あ、水減ったこれ。あ、水、え？どんぐりを植えなくても。あのマップ作ればいくらでも木を取れるけどな。マップを作る、あ、これ木じゃねえ、水減ってる。いいね。ちょっとこれどう、うりえー、たまに呼吸しないとやられるよ。くそ、溺れるから気を、マジか、マリオ最強説。ミートパイ、赤い月のゾンビがドア開けて、そうらしいね。でも壁作っちゃったら来ないんじゃない？これ壁作っちゃおうか。水の層容積が決まってるから深い穴に流し込めば処理できる。なるほど。これ囲っ、いきなり朝にあれ来ないかしら。なんかでかいの来たよ。でかいやつ来たぞ。この前よりでかいやつ。いきなり朝にあれ来ない。なんだって朝、え？なんか、なんだなんだ。ちょっと待って待って待って。もう疲れた。なんか作れるもんあるかな。これなんだ、コイン、コイン、弓矢、だから剣、これ多分強いんだよね。6と 9% って書いてるよ。これこっちは7と 4% クリティカル。あー、作ろう。これ見分けがつかねえ。ちまちま進めてくと楽しい。よいしょ、これ捨てられてねえのこれ。うん、いいね。なんかね、一気にできねえのがまたいいのかもね、これね。ハンマーが2の 4%、 2の 9%、 クリティカルってそういうことか。一服がジャンプで超えられないところは諦めて、そこをうろうろするだけになる。へえ。で、これなんだこれ、ウッドフィッシング、釣り、釣り、嘘でしょ、釣り竿ってこと、まさかの釣りできんの、聞いたことない、そんなことはさすがに。釣りだね。嘘、へー、そんなのできんだ。あとこの人に何か作れないか聞くんだっけ。 PC は釣りできる。へえ。まだ釣り来てないな。マジか、なんだそれ。あ、そう。これ作るとなんかいいことあるのかな。これを作らなきゃ作れない何かがあるのかな。PS3 はまだできない。あ、そう。釣り、そこの池でできんのかな。釣りするなら、網もいる。うん。マジで。へぇー。糸とかなきゃダメってこと？餌もいる。ああ。それがミミズみたいなやつだったのかな、さっきの。なんかちょっとわかんない。こいつあれ、え、こいつ何か作る、え、こいつ結局なんなん、こい、どれが作れる、これなのかな、これか、木の、あ、石の壁作れんじゃん。家を複数作らないといけなくなります。嘘、覚悟しなっせ。あ、行動範囲が広くなると、やっぱ、拠点をいっぱい作らないと帰ってこれないとか、効率が悪かったりするわけね。この焚き火みたいなやつは何の意味があるの？家、嘘。どういうこと？家をいっぱい持たないとなんかダメな。左下の空白に持ち物を置くと、それで何ができるか教えてくれます。空白に持ち物を置く？左下の空白？え？ちょっと待って。ここ？え？左下の空白にも持ち物を置くと、それで何ができるか教えてくれる。話しかけて。ああ。
ああこいつの話か。これあこれこれ違う、これなんだこれ。20回立て作れば、大体の音符は収録できるかも。あ、それも一つの要素なの。ノンプレイヤーキャラをいっぱい済ませる。今の今あるアイテムで作れるものよ。あ、もどかしいわら。なんかめっちゃめちゃ作れるもん多くね。そんなもん。空白って話だし、こういうこと？イベントも増えません。これが一覧ってこと？空白ってどこのこと言ってんのかわかんない。左下のプレイスアマテリアルヒアのとこ。プレイスプラテ横にアイテム置く。これか。何が、あいつか、あいつらか、うるせえの。アイテムを置く、横にアイテムを置く。ん？ん？ちょっと待って。何のことがやらよく。持ち物持ってく。持ち物を持っていく。自分の。ここ？ん？何がしたいの？は？ちょっと待って待って待って。じゃあちょっともう一回読もう。もう一回読もう。左下の空白に持ち物を置くと、それで何ができるか。それで何ができるかか。それで何ができるか。それは素材じゃないので無理ぽ。あ、素材を聞くの？使う素材をそこに置くってこと？どこ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 ？これ？これ今出てんだこれ。かぶっちゃってるけど。どこに何？これか？違う。ん？これなんだ？無作の中言ってるやん。今の中アイテムで作れるものよ。ん？だってこれのことでしょ。だからこれはこれで作れるとかじゃないの。そういうことじゃないの。置かないと。置く待って、弓を持ってるぞ、知らないうちに。ちょっと待って、弓は買った。ちょっと待って、あ、これね。頑張れこういうこと。ああ、読めねえ。これは読めない。そうそう、やっとわら。いや、弓矢作っただね、わら。弓矢めっちゃ作った。キノコ持ってるし。お、なんか薬作れんじゃん。これとなんか頑張れ。あ、瓶は自分で作るもんじゃないの。いや、でもちょっと分かっては来たけど、ちょっと急激に詰め込まれてもちょっと難しそう。あと、こいつらがすげえうるさい。目玉がいないうちにしよう。やべえ、ちょっと待って、剣の振り方変わったんだけど、剣の振り方が変わって、めっちゃ弱くなった。うわ、ちょっと待って。剣が違うよ。剣、どこ行った？マイペースでゆっくりやるといいっすよ。よく考えたら左が逃げられなくなってた、これ。剣の振り方全然違うんだけど。なんだよこれ。そう、これ入れる、入る。羽広い代わりに遅い。なるほど。ちょっと待って、剣こっちね。こっちの方が早いもんだってこれ。曲変わったっぽいけど、なんか中に入っちゃってんだあいつ。ちょっと、中に入っちゃダメ。バイバイガイド。いや、うるさいな。はい、はい、はい。これはいける。スプラッタハウス的な感じ。あ、危ない。いらっしゃい。ガイドがまた来ようとしてるけど。ガイド死にそうだよ。なんかくれ。うわ。くれたかな。はぁ。だってその剣レジェンダリーついてるから、そりゃ強いわ。レジェンダリー？どれ？これ。これ最初に持ってるやつはなんか強い武器なの。そうぜ。バイバイバイド。バイド。バイド。書いてあれば素材として使えるもの。ちょっと待って、なんか出てるよ、これ。何これ。ん？ボディーを、わず。これなんだこれ。その剣は上からの敵に有効。これ俺死んだ、お墓ってことこれ。ちょっと待って、俺なんかおかしい。そうそう。なるほどね。死んだやつが残っちゃうんだ、これ。なんかお金取った。いやー、疲れるな、これ。マジで疲れるわ、これ。
回行っちゃおっかな、もう時間も。この枠でこれ、ちょっとマイクラじゃねえよ。このゲームはとりあえず。とりあえず OK。開始できます、嘘。あ、壊せばいいの？これちょっとこれ以上やってもちょっと申し訳ない。こんな状態じゃ。うわぁ、これ。反対側行った方がいいよ。本当？疲れるけど慣れてくるとやめ時がなくなります。なるほど。これすげえ疲れる、マジで。緊張感が半端ねえよ。うわぁ。高価な墓石を建てるより安くても生きてる方が素晴らしい。何の歌それ。うさぎが来そうで怖いな。うぅ。ちょっとうさぎ。大事なの。マジか。あれか。懐かしい曲だな。うさぎが死んじゃう。もう二度と来んな。ちょ、待って、出らんない。この出っ張りが危ねえ。うい。おー、昼。何これ。ちょっと待って、これ以上いけない。船作りたい。無理。なんかちょっと器っぽい形を作ったら船になるとかそういうゲームじゃないの。そんな DS のゲームじゃないの。反対って言ってもこれしかいけないよね。水かきないからな。水かきがない。あのアヒルの背中に乗るとか。逃げたー。危ねえ。波コマンドだ。何が起きるんだよ。湖が渡れないなら橋をかければいい。ああ。なるほど。渡れそうになかったら足場を作る。そういうことか。なんてゲームだ。橋みたいに置けばいいじゃない。すごいね。振るのっす。頑張れ。足りるかな ?76? こういうことか。もっと早く置いて、おーい。足りない。別に水の中歩いて行ってもええんやで。死でもええんやで。ちょっと、帰ってきた。出られない。これは。危ない。危ねえ。他の水もぐい全部消したくなる。予想通り、予想通りってなんだよ。川を走ろう。危ないよー。あ、なんか水からスライム出てきた。これでいけんのか。これでちょっと一個上がれないところに落ちなかった。なんとか上がれたわ。キノコ、キノコ。鉛の下に足場を作って上がってこれたりするのに。ねえ。足が沈む前に左足を出せばいい。熱かいようじゃないか。これどんどん行ってみようぜ。せっかく。なんかちょっと違うの出た。地味。行って弱えと思ったけど、3。はい。もうちょい。でも実際水の上歩けるようになる質もあるんだよな。水の中でも足場を作って上がってくれたりするのに。ちょっと待って、来たね。所長を見守りながら海賊を蹂躙してました。かわいい。何のゲームだよそれ。海賊以上のことをやってる。なんかこれ辺違うね。なにこれ。お、ちなみにマップの両端は上。あ、そうなの。テラリアなんですよ。うん、なるほど。海賊もイベントで出ます。は、どうすんな。どう？へぇー、ね、意外と早く出た。どう？これちょっと水を。何がだよ。あと5分しかねえのかよ。いやー、これちょっと、足をこう伸ばしてみるってのもいいね。カッパーって出てるやん。カッパー？カッパーってのあれ。どうって。こっちがいい。いやー、違う。あ、行っちゃった。水を一箇所にまとめてみたい。おお、まとまんなかった、あまりまと、ひまわり。ああ、うちのワールドにも海ありましたよ。ほう。穴掘って全部地下に水落としたせいで干上がってますけど、カッパーってのは金右の方に出てる。へぇー。金。やばい、やばい。え、なんかいる。金。ん？のおちょっと待って。あ、いない。よい、金か。意外と弱かった。剣作っといてよかった。剣とか強くできんじゃん、道具があれば。お金、なんでお前お金持ってんだよ。ちなみに、サボテンも武器になる。サボテンが武器になる。
序盤じゃ最強。アクションゲームの鳥は友。強敵、友って言われてるよ。サボテンいっぱい集めればサボテンソード作れるで。へぇ、若干、えぐい武器だね。これ、斧で切ってんだ、これ。斧。やべ、体力意外と減ってる。ちょっと時間の限り行ってみようか。いや、ちょっと待って。あ、この砂漠でも高いとこから落ちたら死ぬ。嘘。どれぐらいの高さで死ぬんだろう。サボテンを発酵させてテキーラ作りましょう。あれサボテンだって。そうですからね、やべ。早く来いや。落ちろ。よし、勝った。強いね。砂がやばいなんて幻想嘘。よし、いいよいいよいいよ。こっちの方向に神殿があると思う人、挙手。ちょっと待って、なんかあれがいるんだけど、鳥取のやつがいる。あー、なんか撃ってくる。あいつデスワーム。危ない。砂を舐めると死にます。てか体力ねえぞ俺。舐めれば体力ない。きっと浮上。はい、弓矢で。え、当たった。赤かもよ、ここの大地。赤？何？ああ、なんか出っ張りがあるんだけど。ジングル神殿と予想。何これ。ああ、何？あ、は、は、は？当たりだ、わら。何が？ピラミッド。ピラミッド？先手でこれ、わらわら。先手でこれ？ピラミッドだよ、見てわかる。何の話？いいな、死んだよ。死んだけど。え、何？引いた、なんか。またやっちゃった。ピラミッドはレア？うわぁ。何、ホルトなんか出てくんの？レア建造物よ。なんかいいことあんの、それ。別にないの。12個かからあるよ。え？中に他の、ワールドを100個くらい回っても出ないときは出ないピラミッド。モンスターハウスみたいなもん。あぁ。あのね、俺、配信でなんかやるとすげえ、極端なレアとかめっちゃ出んだよね。デカ俺もない。ちっか。あ、いって。いつもな、一匹目の敵でなんかレジェンダリー的なものが出たりとかするから、意外と配信でなんかね出るのよ。へえ、なんかそうボーダーランズね、すげえの出るから。力すげえ。ピラミッドの中寸じゃえば。ビギナーズラックの法則。そうだね。ちょっと掘ったらいいアイテム。羨ましいレベルなの。羨ま。へえ、なんかちょっといい配信に なって、結果良かった。極めようとしたら唐突にドロップが悪くなるタイプの人。とりあえず皆さん本当に、こんな初心者のね、テラリア放送ありがとう、お付き合いいただきありがとうございました。いやー、ちょっと面白さ分かったわ。なるほどね。こう、ちまちま系としてはかなり楽しいね。いや、これちょっといただいたソフトなんでね、すごい楽しくて良かった。楽しめてよかった。社長が楽しそうで何よりです。さあ次は何やろうかな。良いアイテム厳選しようとするとパパッと出なくなるやつ。うん、次枠あるけど。インジャスティスのストーリーモードをクリアしようかな、じゃあ。寝る。うん、寝る？おやすみなさい。ありがとうございました。これで安い時は300円くらいだったね。なるほどね。いや、ピラミッドってちょっとよくわかんないから、ちょっと調べてみたいな。どれぐらいレアなのか。100回に1回も出ねえ時は出ねえって言ってたからね。